違うんだ。はあ。わあ、召喚されてる。SSR。みなさーん、藤井葵です。ヨブロザーキークラジョでーす。ずっと気になってたことがあってさ、はい、あ、出ましたよ、気になってたことシリーズなんかあの駅ビルとか、うん、素材買いに行ったりとかするときにさ、うん、地下のさ食品売り場とかもさ通るときあるじゃん、お出かけのときとか。ありますあります。いろんな至るところにあるなんかチーズゴロゴロゴロって言ってるところがあチーズ専門店ね。冷蔵庫長いところにドラ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 みたいな。ありますあります。いや、あれがねずっと気になってたんだよチーズ屋さん、はい。いや、なんかうんちはさ、そんなワインを夕食の時にたしなむようなおしゃれな両親じゃないから、うん、全然縁がなくて買いに行きましたよ。マジだってそんなんチーズなんてっていう言い方もあれやけどさ、ベビーチーズで美味しいもん。そうなんだ。あとロッピーチーズ、あの気になるお店で食べたことないチーズを食べたい。イエーイ、僕も食べたい。ということで買ってきたのはこちらです。すごい。いや、それがね、なにそれむっちゃ高くていやいや、マジで見たことない。いや、でもちょっとさ、やめようと思ったんだけど、 YouTuber に二言はないってことでマジで頑張って買ってきましたわ。すごい、めっちゃいいお値段するんですよ。チーズって高いんだね。4個で100円とかではないわけや。全然違う、やばい、どうしよう一つ目、なんかね、お姉さんが丁寧に書いてくれた名前を。あ、メモで。ゴルゴンゾーラピカンテ。ゴルゴンゾーラピカンテいい、いいって何。あ、イタリアね。そうそう、あ、イタリア原産のゴルゴンゾーラピカンテ、はい。牛、牛、チチシュ。あー知らなすぎだもん。チチシュ、はいはいはい、牛の乳から作ったイタリア産のゴルゴンゾーラピカンテ。そうでございます。いや、ゴルゴンゾーラは聞いたことあるね。ゴルゴンゾーラはね、でもなんかそんな本物のゴルゴンゾーラを直接かじるはやったことないかもしれん。いわゆる青カビチーズですね。そうそう、すごいカビが入ってる、いっぱい海苔みたいに。トムとジェベリー絶対トムとジェリーなわけないやろ。トムとベリーサフランフッツなんて言ってるかわけ。もうメモ貸してフッツメモ貸してチチシュ牛チチシュあ、これあれ、あのサフランが入ってる珍しいやつですよって言われたの。あ、サフラン、サフランなんか高級やんか。めっちゃ黄色いよね。だからサフラン自体がもう高級やんかいさ。そっかそっか、やんかいさ。3. ノルマンディカマンベール。これはもうカマンベールチーズですね。チチシュ牛。ノルマンディカマンベールというと、もうまさに本場のマジカマンベールってことだと思うわ。そう、あのね、なんかあのカマンベールはまあ聞いたことあると思うんですけど、これマジなやつなんでって言われて、味の違いを確かめるならいいかもですって言われて買ってきたの。なるほど、食べ比べをしたいんですっていうのも言ってきたわけや。言った言った。さっきさ、ゴルゴンゾーラが青カビタイプって言ったけどさ、うんうん、あのカマンベールはまさに白カビですよ、その周りについてんの。あ、そういうことか。カビさんの種類。それもだからカビの、白カビのチーズですね。あ、だからちょっと臭みあるよな、カマンベール。うん、あると思う。4、ビラベターのエスプレッソだって。ビラベターのエスプレッソ、もし聞いたことない。アメリカ、チチシュ牛です。エスプレッソが入ってんのかな。え、でもなんかそんな色してない？ちょっと茶色、カフェラテ薄めの色。それはね、あれです、周り、要はチーズってさ、こう周りにいろんなもんつけて、あーあー、でこう蓋をして発酵させるやん。はいはい。その周りにつけるのがエスプレッソ、あのコーヒー豆なんだって。あ、じゃあ本当にその香りがするか楽しみだな。コーヒー豆で包んで熟成してるらしいです。5、出たよ、トムとジェリーみたいな。トムとシューブルアウトリフデってオランダチチシュ。あ、ヤギですね。ヤギ、ヤギのチーズ。それだけヤギなんだ。オランダだっておしゃれだね。トリュフを混ぜ込んでるそうです。どこだったほうがいいんだよそして外皮、周りは砂糖を焦がして作ったカラメルを塗って熟成。おいしそうじゃん。甘いんかな。で最後に、これめっちゃ珍しい、あのうちだけが取り扱ってるんですよみたいなの。それも、それみ、ゴム、やばいよねこれ。タイヤ、タイヤやんサドミヤッキーみたいな懐かしいの。いやー、サドミヤッキーはいい思い出がない。これはですね、ウイスキーチェダーラフロイグナチュラルチーズといって、ウイスキーが少し入ってるからちっちゃいお子様は気をつけてくださいっていう風に言われました。原産国イギリスです。あ、イギリスで作ってんだ。いや、もうここだけなんでってめっちゃ言われたから、じゃあ買いますよっつって、ちょっと早く切ってみよう。あ、え、なに、ウイスキーの香りする。え、切ったらもうする。する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 。すごー、そんな違うんだな。え、めっちゃ黄色いじゃん。おー、
え、イメージより黄色い。見てる方結構年齢層高めの方も多いので、お酒飲む方とかちょっと参考にしてみて。なので僕はね、ワインを買ってきました。おー、いいね。ちなみにチーズの評価基準なんですけども、うん、まあ、とあるチーズの論文を読みまして、その論文通りにしようかなと思ってます。ほい。チーズのあの官能評価って言って、5点満点で口当たり、匂い、まあ、嫌な匂いがしないか、苦味、酸味、まあ、変な苦味酸味がないか、塩味、旨味、まあ、塩味旨味は程よいかで、これはもう好みの総合評価。なるほどね。じゃ、まずはゴルゴンゾーラピカンテから。はい、いただきます。いただきます。おお、あ、知ってる、ゴルゴンゾーラじゃない。あー、こーい。うわー、あ、しょっぱい。やっぱしょっぱいね。いや、でも青カビ苦手な人って多いじゃん、ゴルゴンゾーラ、うん、でも美味しいね、やっぱ違うわ。あ、なんか、うん、あのね、嫌な青カビ感はないかもしれん。まあ、それはチーズの臭みはあるが、知ってるゴルゴンゾーラじゃないわ、やっぱ口当たりもね、めっちゃしっとり。セレブはこんなもの食べてんのか。じゃ、そしてこれをワインと一緒に僕はいただきます。まーい、合うの？ワインと合うすごい足しなんだよな。あー、この後生放送あるのに。いや、もうめちゃくちゃ楽しんでるじゃん。ワインが合うチーズとワインってほんまに合うんや。わあ、これやっぱ違うんだ今までと。いや、僕さ、普段お酒飲まへんのよ。ほうほう。でもチーズは好きやから、まあ、安いチーズだけど買って食べてたけどさ、はーはー、あー、違うんだ。はー、わあ、召喚されてる SSR。 では評価こちらです。どん、はい。あ、ほぼ一緒だね。ほぼ一緒やね。そう、だからちょっとしょっぱいから、本当におつまみみたいな感じだね。そう、あのね、うまみはめっちゃあるんだけど、うん、ちょっとやっぱ塩味がちょっと強すぎて、ここの塩味のところは評価を下げましたね。塩味が強いから5じゃなくて、強すぎるからちょっと食べにくい人もいますよっていうことだよね。うん、そう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 。でもね、なんかこの口当たりの滑らかな感じとか香りとかはすごいいいね。知ってるゴルゴンじゃないわ。全然違う。4種のチーズの安いピザに乗ってるゴルゴンゾーラとはわけが違う。違うね、うん、はい、出てきまして、サフランです、はい、気になってたやつ。トードベリーサフラン。なんか外皮がキャラメルだからちょっと甘いのかな。外皮もいってみよう。いただきます。いただきます。え、むずい。これなんか味するはずなんだけど味がしない感じだ。ほんのりインド、鼻からインド鼻から。いや、もうゴルゴンがさ、やっぱ相当強いからナチュラルに感じるね。食感とかチーズ自体の香りとしてはパルミジャーノに似てる。あ、削るやつ。これやばい、めっちゃだけかも。なんやろこのシャリシャリ。なんか入ってるよね。これがカラメルなのかな。カラメルは外皮だけ。え、なんやろこれ、止まんない優勝したな。早いよ優勝せーの、はい、うん、まあそうなるよな。あ、まあ、そんな感じか。そんなずれないんだね、面白いね。だから変な苦味とか酸味がないから評価が高いってことだよね。そう、でも5点じゃないのはなんかほんのり酸っぱいのよね。うん、まあ最後の方にって感じだね。そう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 。ただ塩味とかは全然しょっぱくなくて、いくらでもパクパクいけちゃう。ただやっぱあれよね、口当たりは特徴的かな。あ、でもなんか思ったよりパサパサしてるから、もっとなんかパサパサ口乾くって感じかなと思ったけど、そこまでひどくはないけど、うんうん、削りたくなっちゃう。ちょっと乾燥した紙粘土を無理やりキュッキュッてやって遊んでる時みたいな気持ち悪い次がそのノルマンディカマンベールって本格的なやつなんだけど、はい、食べやすいカマンベールはクリームを足してるんだって。あ、じゃあこれはもうマジのチーズなんや。そうそう、だからあんまりあのカマンベールっぽいのそう日常って感じはないね。うん、そう、なんか包丁にくっつかなかった。味違うのかな。いただき、あー、香り、え、何の匂いこれ。くさー。え、なんか野菜みたいな匂いしない。野菜の匂いする。え、なんでなんで、面白い。キャベツの切りたての断面いただきます。うん、全茶。え、ほんまはこんなんなんや。全然違う。え、面白い。カマンベールじゃないわこれは。カマンベールなんだろうけど。いや、そんなに僕らの知ってるさカマンベールは手が加えられてんだってことだな。クリーミーになってるんだ。なんかさ、本当にキャベツの芯を鼻にぶち込まれてる感じが。なんかキャベツ臭するな。なんでだろう、根野菜とキャベツって感じ。臭みがあるから低いってことだよねこれ評価。そう、匂いの評価が下がるね。ドン。いやー、これは世にはびこるゴルゴンゾーラのイメージがこっちに来てるわ。匂い2人とも1ですよ。苦手な人分かれると思う。あ、もうこれがお酒に合うんよっていう人と、チーズ苦手な人は絶対食べれないね。そうで、やっぱなんかね、野菜系のなんか匂いってなんか嫌だよね。あのね、野菜もしかも切った野菜のそのまま放置してた次の日みたいな匂いだよね。そう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 、ちょっと古い野菜の匂いがするのよ。ちょっと発酵してるわ。野菜室もちょっとこんなのあったわ、やだーの匂い。あ、はいはい。けど味はね、なんかめちゃくちゃバランス取れてるね。塩味とかしょっぱーみたいにないもないし、変な苦味とか酸味もないし、チッチッって感じ
チチって手つけるんやめ、うん、では続いて、はい、ベラビターのエスプレッソ。いやもう俺が一番ちょっと楽しみにしてるやつ。周りの粉がローストしたコーヒー豆。香り、あ、若干カフェだね。醤油せんべいの匂いせえへん。要はあのいぶし、こぶし、なんだっけ、いぶし、こぶし、平成のぶしこぶしみたいな言い方する。違う違う、ラテだけ。要は香ばしいだね。うん、香ばしいけどすごいなんか和風じゃない。いってる匂いだ。いただきます。うん、うわ、なんじゃこりゃ、おせんべいだ。何この凝縮されて、うわ、おせんべいや。何これ、醤油せんべいの味する。醤油せんべいとチーズせんべい一緒に食べたみたいな味する。そうだ。でもさ、うまみすごない、なんかギュッとしてるね。濃いね。じゃあこっちは胡椒側いってみよう。豆ね。うん、コーヒー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 の味する。あ、うまい。そしてワインよこれ。今までの中では一番ワインと合ってるかも。いやこれはちょっと面白いな。どん、はい、あ、口当たりが割れたぐらい。低いね。若干ポソポソ系だね。ちょっとザラザラすんね。まあ、カマンベールの後だったからかもしれないけど。カマンベールは逆にね、うん、トルトルだったから。トロトロするから匂いがさ、うんうん、ちょっと僕3に収めたんだけど、うん、香りはすごい高いのよ。そうだね。でもなんかこの醤油せんべいの感じがね、チーズのなんかいい香りじゃないんだよな。なんか独特、うん、なんか食べた時に脳が混乱するチーズですわ。うんうん、ただ味はめっちゃいい。なんか食べたことない。それこそなんかほんと今回の動画で食べれた新しい新味って感じ。まさにこれが新味です。次が、はい、トムドシェーブルアラトリュフデテ。唯一ヤギのやつだね。ヤギだね。もうあれですよ、ヤギって言ったらハイジだよ。あ、ハイジね。おひひのおほほだよ。いただきます。おひひのおほほちょっと気になる。おひひのおほほ。オンジがねパンの上に乗せてくれるやつだよ。香り香り香り、臭い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 。めちゃくちゃトリュフ。あ、トリュフの匂いかこれ。チーズかと思ったぜ。いただきます。うわうわ、やっぱ若干脇かな。ブラザーさ、なんでも脇。自分が苦手なもん。全部脇やと思ってるやろ。いや、え、苦手じゃない。これはトリュフのさ、ポテチとか今いっぱいあるじゃん、コンビニにも。ありますよ。ちょっと違うね。まあ本格的なトリュフだからなんだろうけど、そのチーズの臭みとトリュフの香りが混ざってるから、だいぶ癖は強い。トリュフ苦手な人はまず無理やね。わかった。葵がなんでちょっと引っかかったかっていうと、葵が若干食べれない肝臓系の味がする。なんでレバーじゃないけど、あ、なんだろうこれ、なんで肝臓の味するんだろう。親戚の結婚式で食べたフォアグラの味。あの、いいお料理の肝臓の味って言うとなんか聞こえ悪いけど、ヤギだからかな。いや、でも若干ね、うん、わかる。トリュフよりは肝臓だわこれ。トリュフよりは肝臓。本当に焼き鳥屋さんとか大好きみたいな方はこれおすすめかな。はい、あ、まあそうだね。まあ葵は苦手な匂いだけど、うん、でも味自体のこの珍しいチーズを食べてます感の総合評価4。僕は逆にね、この香りすごい好きなんですよ。まあ匂い5。大好き系だ。そう、ただ若干酸っぱい。うん、酸味ね。で若干しょっぱい。鼻が腹終わった。いや、身の香りにまとわれてますから。僕は5の香りですよ。いやもう最後ですよ、いよいよ、はい、ウイスキーチェダーラフロイグ。ラフロイグっていうのはなんかウイスキーの種類だね。あ、そうなんだ。だからウイスキーチェダーなんちゃらっていうのがいくつかあるみたい。あ、種類があるって言ってた言ってた。ウイスキーが違うだけですけど、おすすめはこっちですって言われた方を買ってきた。これがレアなんだ。いただきます。中の黄色い方食べるのよね。うわしょっぱ。ウイスキーボンボンチョコレート。あ、うわ、ウイスキーの香りする。そしてワイン。あー、うまい。もうアルコール飲まなくてもアルコールじゃない。酒かけ酒って感じだよね。煮込んだリンゴとかと一緒に食べるんだって、あー、びっくりした。煮込んだリンゴの味全く知らないが、うわ、そういうことか。おしゃれだね。しょっぱいからだから甘いものと食べるんだ。あ、なんか言ってた、なんか板におしゃれななんかゼリーみたいな乗っかってて、これと一緒に食べるともう絶品ですって言ってたけど、ちょっとお値段手出なかった。高かった。そのこっちのそのこっちの果物の方も高いんでしょ。そうなんですねって言ってきた。ちなみにこれ外皮は食えんのかな。ちょ別に食べれないものじゃないっしょ。まあ毒ではないと思うけど。あ、これチーズじゃない。これ食べない方がいいやつじゃん。あ、これマジのワックスやん。え、大丈夫か、飲んじゃったおい。チーズが変化したものやと思ったら、やばいやばい。違うわ、ほんまのワックスやん。ネチョネチョなんだけど。これは食べない方がいいやつやな。飲んじゃった。めっちゃ塩味強いし、お酒の味もするけど、その逆にチーズ臭さはそんなないね。うん、このウイスキーの香りが苦手な人は無理かもね。うんうんうん。
でね、やっぱお酒やからかもしれんけどね、ワインが進んじゃうわ。あ、やっぱ美味しい。うん、美味しい。一番のどれだった、ワイン。一番ワインに合うのはこれですわ。あ、ほんと、うん、差し替わった。うん、差し替わった。どう、はい、あー、美味しくいな、総合評価。あー、全然好みじゃなかった。まあやっぱりお酒と、まあお酒、そうだ、お酒飲まないとね。しょっぱさがすごいから。しょっぱいね。チーズというよりなんか違う食べ物って感じだわ、本当に。僕も塩味はだからもう下げてますね。なんかお茶の旨味をすごい感じてしまった、逆にね。ただね、口当たりの滑らかさはすごい。すごい滑らかだったね、うん、めちゃくちゃ。あのね、包丁で切ってもね、このチーズだけ包丁にべっちゃりつく。これ洋風のご飯に合わせたら美味しいかもね。リゾットとかね。そしたらまた評価も変わるかも。合わせて初めて上がる。そう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 。あの、これマジでやってみたいのはカレー。あー、合うかな。うん、カレーちょっとやってみたいな。混ぜるってことを入れて。そう、溶かす。もう入れちゃうんだ。いや、一番美味しかったの発表しよう。優勝決めましょう。ちょっとね、青い一番とか言っておきながら2個言っていい。まあしょうがないな、いいですよ。まずエスプレッソ。おー、へえ。これはベラビタのエスプレッソ。衝撃、もうチーズでこんなのあるんだみたいな。確かに、なんか嫌な感じが全くないね。コーヒーの味しながらも和の味するし、和の味、はい。逆になんかチーズっぽさがない、ただ臭みはすごい、なんか匂いはするみたいな、ほんと不思議なぐちゃぐちゃになるような感覚で、新しい扉を開けたわけや。もう一つちょっと譲れなかったのがゴルゴンゾーラ。へえ。これはね、今までそんな得意じゃなかったんだけど、青カビで。いや、苦手な人多いですよ。そう、でも違うね、やっぱり本物は違いますねっていうような衝撃があったから、ちょっと入れたわ。まあゴルゴンゾーラにもね、なんか種類があるらしくて、今回はピカンテ。僕もあんま詳しくないですけど、ゴルゴンゾーラ2種類あって、うんうん、ドルチェとピカンテがあるんだって。ドルチェが甘口、今回のはピカンテ。え、ドルチェの方も食べてみたいじゃん。ドルチェ気になるよね。甘いのかな、蜂蜜と合う方かな。あ、かも、あかけるよね、なんかピザに蜂蜜かけるやつやな。それだ、それだ、だだだだだだ。まあ、僕は唯一ね、実は総合評価5をつけてるやつがありまして、今回はトムデュベリー用サフランですね。美味しかったね。やっぱなんかサフランがさ、ね、僕スパイス好きやん、うんうん、でサフランも本当は使いたいね。サフランライスを炊きたいね。ああ、あんまりにも値段高いから、はいはい、はい、ターメリックライスで我慢すんだよ。このね、サフランの香りがチーズと一緒に楽しめるっていうのはやっぱ衝撃的やったね。あ、これ美味しいね、やっぱ一番かも。くっつかえる。これ美味しいわ。ちょっとね、回ってきてます、僕。あ、ワインが、コップ一杯も飲んでないのにちょっと回ってます今。いい時間じゃん。皆さんもフラッと駅ビルとか、あとデパ地下とか、あのチーズドーン専門店ですみたいなとこ見かけたら、ちょっとぜひ気になったやつ食べてみてください。聞いたら教えてくれたりするんかな。教えてくれた、教えてくれた。あ、そうなんや。美味しかった。じゃあなんか聞いてみてもいいかもね。動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。もうちょっと本当に新味に出会えたわ、文字通り。あ、そうですね。せーの、バイバーイ。なんかこんな、何、チーズで贅沢ってあんま考えたことなかったけどさ、んこんなにいろんな種類あるんやったら、なんかたまにこう試してみたいなって思うわ。1個とかあったらね。いや、俺もうほんと避けるチーズ専門だったから、ちょっと見方変わったかもしれない。あれもめちゃうまいけどな。いや、めちゃうまいよ。